オープン前です。まだ開いてませんよ。そうオープン前のパルコ、ほんのり暗いよね。ね、入れさせてもらいました。あ、お願いします。すいません。あ、どうもすいません。もう大忙しいよ、はい、皆さん、はい、オープン前で急ごうかね。はい、ちょっとまたあのじっくり説明します、はい、まずはねご挨拶からちょっと。すいません、ごめんなさい、すいません。さあやってまいりました、本格りんご飴専門店キャンディーアップルさんでございます。はい、中ちゃん来たかったんだよね。もうずっと来たかったです。ずっとありがとうございます。ずっと好きでした来るたんびにもうほんと大行列、だって今日もすごいことになるでしょうね。そうですね、今日日曜日なのでえらいことになるんですよ、はい、で意を決して並んだんですよ、うん、そしたら、はい、候補の方がいらっしゃって、そう偶然お会いしてね。それでちょっとね、はい、もしあれだったらオープン前いらっしゃいますかと。ありがたい、ありがとうございます。いやいや、こちらこそ本当にありがとうございます。それでお忙しいのに、まあ、本当に限られた時間ですけども、はい、しっかりとご紹介させてもらいましょうよ。わかりました。中ちゃん、リンゴ飴のイメージってあるでしょ。お店の屋台のね、お店の屋台のね、はいはいはい、で私がなぜこんなに来たかったかって言ったら、うん、買ってくれなかったのよ。あ、お母さんがもう夜店で何度頼んでも買ってくれなくて泣こうがわめこうが買ってくれなくて。それでも最後まで食べんけじゃろうとかそういうことでしょ。そう、俺最後まで食べるって言って、うん、買ってもらったら、うん、あの当時はね、うん、美味しくないのよパカったり。そうよね、だから側の飴だけが甘くて、はいはいはい、あとは食べない、うん、そしたら言うたじゃろっつって怒られてそれが井上さんが一回テレビで来たんだよね、そう取材に。マンテママの取材で来させていただいて、そしたら帰ってきて うまいっていうか衝撃の美味しさならばと。はい、もう中ちゃんにぜひ。正直言うよ、はい、金額を聞いてグッとはなるよ俺も。どこに今見ました、あ、うん、プレーンはね、はい、今680円でございます、はい、幼き日は500円でした時が経ち、お祭りで500円で売ってた、お祭りで500円でした、はい、うっとはなる、まあ、なるが、そこまで言うならそう。いや、うん、これね、リンゴ飴の思い出がちょっとこうまたいい思い出に変わりますんで。すいません、ピンマイクつけてもらったのに、はい、僕だけ一人で喋って特徴というか、うん、はい、こだわりのポイントをまず教えてください、はい、毎月、旬を迎えるリンゴを全国各地から取り寄せてまして、あのジューシーな果汁の多いリンゴを使っております。なのであのそこにうち独自で作ってます飴を薄くコーティングすることで飴はパリパリ、リンゴはジューシーという、はい、感じを、はい、出せるように、はい、頑張ってます。リンゴの旬が今秋冬なので、あ、そうですよね、本当に美味しいリンゴ使ってますんで。ちょっと気になっとったのよ、はい、この山積みのこれはいつもこんな感じなんですか。そうですね、まあ、ちょっと週末なので、うんうん、ちょっとお客さんいっぱい来るんじゃないかっていう、そして多めに発注はしてるんですけど、はい、大体これで2日分ぐらいで、2日で、はい、2日ではい、なくなっちゃうかなとは思います。うちのメインがこのサンフジっていう品種なんですけど、いいですね。サンフジも1年中あるわけではないので、本当おっしゃる通り、サンフジがちょっともう品薄になってきちゃったらその時のいいリンゴを。ね、よし、これはすごいことになってきた、はい、じゃあ注文しましょうか。はい、お伺いします。もう、うん、この順番でいくか。キャンディーアップル広島パルコ店人気ランキングは、うん、1位がプレーン、うん、2位ヨーグルチョコ、3位が宇治抹茶、はい、これちょっとクリスマスカラーにもなってるね。あら、まあ、素敵、うん、そうでも気づくあなた好きじゃあそれで、はい、かしこまりました。全部カットのご用意で大丈夫ですか。いや、ですね、あ、カットしないと食べれないの。そうです、基本的にはカットで食べていただくことになります。あ、そうなんですか。あのカットしていただくことでやっぱり飴とリンゴが最後まで一緒に食べれるので、先ほどおっしゃってた飴だけ全部なくなっちゃうってことがなくなるんですよ。はい最後の1個まで、僕の過去エピソードまでありがとうございますあの持ち帰りされる方はお家でカットして、はい、冷蔵庫で冷やしていただいてカットしていただければ次の日の夜まで大丈夫です。へー、そうなのよ、意外とね。そう、分かった。
いやあの当時見ていたリンゴ飴とは、はい、また違 う, そうこんな感じで提供されるんだね。ううすぐ食べるっていう人は。そうよし、それじゃあちょっと行きましょう。あ、私もすごい久しぶりだけど嬉しい。来ましたよ、来ました。これどこなんですか。まずはプレーンだね。はいはいはい、はい、いいっすね。うん、流しましょうね、夢のリンゴ飴。うわ、いい香りする。うわー、ちょっと待って、リンゴのめちゃくちゃいい香りするね。やばいね。いや来たぜ。何これ、飴が甘いんじゃなくてもう中が甘いんだね。リンゴが美味しいよ。まずリンゴがそもそも、でこの飴のカリッカリがやばいじゃろ。しっかり飴がかかってるところと薄いところとこうあって、ああ薄いところはパリパリ、うん、でこういっぱいのところはガリガリ、このね食感の違いがまた いただきます。ね、なんでこの真っ赤っかなの。綺麗だね。飴がちょっと赤いんや。もうだから余計赤くなってんだ、うんうん、これは幸せ。リンゴのね、赤さもあるけど、この色がね、あの日、あの夏の夜に照明に当たってね、どうだったその時の色は。ん、何色だった。もう独特しいほんまがまがしい感じのさあ、そして第2位いきますか。ヨーグルチョコ味です、うんうんうん、これ はあのドラマの恋は続くよ、うん、どこまでも恋綴っていうドラマがあったでしょ、うん、それに出演した佐藤健、上白石萌歌、もうね、もうね、ちょっと待って、もうねちゃんかな、うん、全然変わるね。最初にファッと風味がくるよね、うんうんうん、あやあやこっちの方が好き。あ、そう、なんかね、ちょっとヨーグルトの爽やかな感じというか、また違うんだ。こう、リンゴの美味しさとヨーグルトのこう香りと相まってみたいな感じだね。え、私でもプレーンの方が好きかも。喧嘩にならなきゃよかったな。あ、こいつず知らない、見たことないけどこんなんやらんけどやらんのこれがまた第3位の抹茶、はい、宇治抹茶って言ったな、香り高いよ宇治抹茶、うん、渋い味、あの渋い味っていうのがやっぱ抹茶かけることで、全然変わる、ちょっとちょっと待て、こんな甘い甘いしてないのが好きな人これいいかも。いや、中ちゃんの言う通り、うん、甘さ控えめに感じる。そうか、だからね、外が変わるだけでこんな変わるんだね。いろいろ食べ比べてもいいね。楽しいね。もう一回行ったよっていう人もね、はいはいはい、そういえば他の味食べてないぞ、うん、ここ本当にいつも大行列してるんですよ、うん、なのでおすすめの時間帯はもう朝超早い時間か、うん、クローズする前ぐらい、うん、休日でもそのタイミングがいいかなと、うん、で平日だったらまだね比較的そんなに長い間並ばなくてもいいんじゃないかなと思うので、いやもう寒い冬、これはリンゴが美味しい季節だということなので、ぜひねこのタイミングで食べていただきたいなと思います。いや、よかったね中ちゃん、念願のリンゴ飴、はい、リンゴ飴しか知らなかった中島少年に、うん、中ちゃんは今何と言う。キュンです、うん